東方ダマカガキチカチカキチカチカパッションパンソンポンソンパンソンポントンパンソンポントボンパンソンポントンパントボントドンパントボントンパントドンドロンパドロピー。昨夜のビートボックスをお送りしてまいりました。こんにちは、昨夜です。さあ本日はですね、皆さん大好き、いや大好物なガチャのお時間ですね。前回もガチャロガだったねいやーちょっとねガチャばっかりなんだよね最近本当に。いやなんでね最近こんなガチャ動画多いかっていうとね、なんかガチャ引きたいのよ俺いろんな動画でガチャ引きたくなる時期なのよ。なんかそういう時期ない？なんか思春期みたいな、思春期の男子みたいな、なんか彼女持ってたらめっちゃプライド上になるみたいな、うん、なんかマウント取れるみたいな、ない？そういう時期。普通はねみんなゲームの方やるんだけど俺はガチャやりたいみたいな、そういう反抗期の時期なのよ俺ちょうどね今。どういう時期？さあ本日はですね、このタイトルのフランをね自慢しつつちょっとねガチャ引いていきたいと思います。これねエンブレムなんですよってねいう自慢をしつつ、まずねちょっと引きたいガチャがあって、あいいね。いや新しいガチャもね今回から来てたんですよね。これちょっと見ていっていい？上のガチャも、今回引くのはこの下のガチャの方なんで、こっちのガチャの方なんだけど、ちょっとこちらも見ていきたくて、ちょっと見たも情報見る。いいよねこのイラスト、なかなか。いやこの SR のイラスト結構好きなんだよな。でねこのパチュリーノレッチじゃない子、パチュリーノレッチじゃない子がこうモグモグしてるよね。これめちゃめちゃ可愛いよね。何食ってんだろうね、なんかどんぐりでも食ってんのかな。ちょっとね今回ね俺結構ねイラストで引いたがったりすんねん俺。だからこっち行かして、レイム。いやねこれね、レイム別に俺特別にめっちゃ好きなわけじゃなくて、なんか看板キャラだよね、その東方でいうところのなんか看板キャラみたいな。東方知らない人でもこのレイムだけは知ってるみたいな人結構多いよね。まあそれが俺なんだけどさ。でまあアイテムもねこれねいっぱいあるんで引いていきたいと思います。あと6日でね腐ってしまうねパンがあるんで、こちらをねくじ引いていこうかなと思います。やっていこうか。どうしよう今回40連ぐらいする？とりあえずチケットガチャね全部消費しようかなと思って、で最後にこの SSR 確定、まあこれをね引いていこうかなと思います。いやレイム今回のイラストめちゃめちゃいいからね、やっていこう。はい、レイムレイムレイムレ、なんか青い光だとなんかピックアップ確定みたいなことね前知らされたんだよね。さあ、まあ最初のね出だしはねなかなかねいい調子ではないですね。雷メテを追ってきますからの、さあどうなる？ひまわり見えたよ、ひまわりの約束。あーダメっぽいね、なんかスタンドバイビードラえもんはダメっぽかったね。飛ばしていく、じゃ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 、はい全然ダメ。いやここでさあえて SSR 確定引くのもありかな。そしたら早く出るよね。え、ありかな。やっていい？ちょっと待って。静かに行くわ。え、ワンチャン出る説ない？これ。行くよ。せーの。はい。いいよ、いいよ。で、ここまで行って、電流流れます。いいよ。で、ここの演出は普通っぽかったね。で、ここでレイム出たらこの動画終わりだよ、マジで。え、この動画終わりよ。で、入れ替わってパーンってなるでしょ？ここでレイムが来た終わりなんだよ、この動画。おしまいにしましょう。え、おしまいにしましょう。え、来るんじゃない？え、待って。あ、え、待って。え、え、え、待って。え、え、あ、レア、待って、サクヤ。サクヤ。え、待って、エンブレム、ちょ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 、エンブレム来たんだけど、サクヤの。しかも、レイム来たんだけど、待って、イラストめっちゃいい。え、2体目のエンブレムなんだけど、何このエンブレム。これなんか時計みたいな感じ。え、サクヤ来た。俺の別の姿って言ったらめっちゃ叩かれるやつだねこれまあ漢字まで同じなんだけどさ、え、マジか。いざよい昨夜だよね。エレガントサーベント、ベーコンみたいになっちゃったな、サーベント。いやまあとりあえず来たね、マジか。え、エンブレム確定でもないよね、 SSR 確定だよね。マジか、めっちゃいい引きちゃったね。でもね今回の狙いはねレイムちゃんなのよ。このね表紙のこの子がね、イラストやばい、バケモンイラストだから、すごい欲しくてね、やっていこうか。いや、今回こそは出す。今回こそは出す。前回もね、めちゃめちゃいい引きしたんだよね、フラン。だからね、出ない気はするんだけど、6連ガチャやっとく？一旦、ここでね、ちょっと休憩挟むわ。みんなのためにちょっと休憩挟んどいて、まあ、スキップでいいんじゃない？これ。どうかな？あ、スキップでいいか。大丈夫っぽそうだね。はい、ここで来て欲しかったな。あれ待って、これ10連ガチャじゃないじゃん、下の方。やばいな、これ。30何連で終わっちゃうから、石の方もちょっと消化するか。ちょっとごめんね、なんかチケットガチャだけやるとか言ってさ、40連ぐらいって言ってさ、30連で終わっちゃったらなんか、申し訳ないわ、さすがに。じゃあとりあえず、ここもお茶濁しして、まあスキップするよ、とりあえず。こ
ここで来てほしかったな。あ、でも SSR 来た。 SSR じゃない。何に出会わせねんて。でも地球スカルティカルチョウ。さあ、地球ガチャ最後引いていこうか。ここ本番だから。10連ガチャはマジで本番。いきます。拝みます。拝む。レイムを拝みます。さあ、せーの。ワン、ツー、スリー。地雷踏んだ。あ、マジか。ちょっと待って。全然ダメっぽいね、これ。で、ここで青く光って欲しかったんだけどなぁ。なんか全然なかなかうまくいかないね。ここで、黒くなって。え、待って、え、待って。来た、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 来た。バイオリン引く？ルナサプリズムリバー。ルマサ、ルマ、ルマンドみたいに言うな。待って。え、いいよ。バイオリン持ってるからめちゃめちゃいいね。バイオリン持ってるキャラはもう最強だと思ってるから俺。さあ、とりあえずこのブルーベリーアイをいっぱい食べまして、で、ここで来ます。お釈迦様みたいな格好してるね。めっちゃいいな、このイラスト。なんかさ、ダンカグのイラストってめっちゃよくな、本当に。SR でも、SR でも、めちゃめちゃいいよね。クラウンピース。ピースしてるわ、確かに、クラウンで。クラウンってなんだっけ？忘れた。英語、バカ、俺、難しくはないな。待って！あ、逃れられない？この、ダンカグの恐怖から。あ、待って！え、めっちゃ惜しかった、これ。めっちゃ惜しかった。え、エンブレム？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 アブラム？エンブレ？エンブレ？あ、まあ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 、そうだよね。いや、稲葉のこのね、イラスト、なんか、ノーゲームノーライフみたいなイラストめちゃめちゃね、良かったんだよね、これ。いや、色合いがね、超似てて。いや、いいね。稲葉めっちゃ嬉しいんだけど、これ、普通に。え、ごめん、なんかレイム来てないのにめっちゃ喜んでるね、俺。いろんななんか回収してるね、欲しいキャラクター。マジか。いいぞ。とりあえずこれラストにするよ。いや、もしこれでね、表紙のね、レイム来なかったら、明日の朝ごはん、わかめスープだけにするわ。さあ行こう。レバーを下げろ。レバーを上げることできない。これぶっ壊せない。これ上に引っ張ってぶっ壊せないかな、これ。はい。待って、来た来た、ぶっ壊せる、ぶっ壊した、ぶっ壊せ、ぶっ壊せ。いいよ。で、ここで、あ、青くは光んないか、さすがにね。でも SSR 来ただけでこれ取れ高完璧だね。これ飛ばさないでね、ここで。いいよ。え、待って、ここで、ブラックアウト。チャリーンってやって、チャリーンはもう完全にお金の音だね。なんかみんなの大好きなお金の音がして、行くよ進みます。アウンちゃんね、アウンちゃん結構好きなんだよな、このキャラクターがね。キャラクターのなんか性格がめちゃめちゃ好きなんだよな。めっちゃ早口だな、俺。なんかめちゃめちゃ早口じゃない、俺。焦りすぎなのよ。もうちょっとなんかゆっくり行こう。なんかあの、安倍晋三の喋るスピードぐらい遅く言うわ。あるしゅーみたいな感じで。あ、待って、この、あ、バグナイト、この子もめっちゃ可愛いよね。なんかチルーンってなってて、触覚チルーンってなってて、めちゃめちゃ可愛いよね。あ、クラウンピース来ました。英語が全然わかんないやつね。さあ行くよ。3、2、1。あ、来る？え？あ、あ、違うけど、待って、発言じゃないこれ。おお、発言だ。いいね。誰だ？あ、小石ちゃんか。待って、エンブレム？エンブレム？アンブラ、目がめちゃ、なんか目の妖精めちゃめちゃ可愛いんだけど。なんか小石ちゃんも可愛いんだけど、この目の妖精めちゃめちゃ可愛くない？そっちかよってみんな思ったと思うんだけど。え、マジか。ブランブリーローズガーデン。小石ちゃん来た。とりあえずスキップする？え、マジか。めちゃめちゃいい引きしたね、俺。で、パン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 ってやって、最後の方にね、これ、小石ちゃんが来てさ、エンブレム。え、やばくない？これ。めちゃめちゃいい引きしたね。でも動画的にはめちゃめちゃ締めづらいな、これ。